はい、今日もの伊達百姓天国、本日は2022年11月27ですね。はい、キャベツ植えましてね、春キャベツね、今から防虫ネットベタ掛けですね。まああんまりやらないんですけどね、ベタ掛けね、どうしてもね、ベタ掛けはね、作物を圧迫するというのと隙間が空いちゃうんでね、やっぱり虫入りやすいんですよ。なのでね、農繁期、あったかい時期はまずやらないんですけど、まあこの時期だけですよね。ちょっとね、幅広の防虫ネットがね、ちょっと中切れちゃったもんでね、まあいいかと思ってね、ちょいっと、はい、こんな感じですね。あんまりだから本当はね、よろしくないです。これ多分春先になってね、上がってくるとどうしても隙間が空いちゃうんでね、虫にやられやすくなると思いますね。それも含めてね、ちょっとまあ様子見ながらっていう感じですね。だからちょっと密に張りたいところなんですけどもね、はい。まあ最悪これはね、春キャベツってね、抑えなんですよね。トンネル栽培が本命なので、三崎キャベツですよね。トンネル栽培は三崎キャベツというのをやります。でそれが例えば虫に食われたとか、なんかトンネル栽培って結構ね、リスクがありますので、それでダメだった時の一つの抑えですよね。トンネル栽培が全滅するとね、キャベツないってことになっちゃうんで、4月5月ね、はざかいの時にないっていうのはちょいと痛いので、で一つはこうやってね、抑えで作るわけです、越冬させてね。でこっちの方がある程度作りはしやすいっていうかね、トンネルをかけない分だけゆっくりとね、大きくなりますので、まああんまり失敗しないですよ。ただいつできるかはね、その時のその冬のね、天候というか、あれによって左右されますので、丸っぽね、そのトンネル栽培のキャベツと重なってしまう可能性もありますし、わかんないですよね。まあそれもあってね、ちょっと実験的にこれからもね、こうやってこの越冬するこの春キャベツは作るんですけど、ちょっと時期がね、今年は1年目ですから、やってみないとね、これいつ一体いつ結球するのっていうのわからないんでね、はい。まあだから冬ですからね、越冬しますんで、ベタ掛けでもね、まあまあいいだろうということです。ただ問題だから3月4月になって暖かくなってね、大きくなってきて、持ち上げてくると隙間ができますから、そうすると虫にやられやすくなるということですね、4月ね。それが一つ心配なんで、ちょっとね、でも逆に言うとね、これでできるんだったらまあ楽かなという感じなのでね、まあ正直多分あんまり出来はよろしくないのかなって気はしますけど、まあ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 、昔に比べてやっぱちょっとね、仕事が異様に遅いですよね。今ね、もう少しで来年のその、家庭菜園講座のプログラムをね、今組んでますので、12回ね、一月に1回で12回ありますのでね、それを今一生懸命考えてね、もう大体こんな感じでいけるかなというところまではね、来てますので、よいしょ。大変ですよ、だからまあ来年はだから1年ね、とりあえずやってみてね、どんな感じになるのか。あとやっぱりね、僕はそのあれですよ、ちょっともちろん名前は出しませんけど、いろんなそういう家庭菜園の講座とかがあるらしくてね、でそのまあとある方からちょっと聞いたりして、でね、まあ正直ね、それはもうひどいなというね、まあいわゆる情報商材というかね、本当詐欺に近いような、なんかそういうものもどうやらあるらしいんですよね。僕はもう全然知らないですけど、で話が聞くとね、法外な値段で、しかも座学だけとね、畑見せないんですからね、畑家庭菜園かなんか、こういう農業講座でね、畑を見せないなんてありますね、それは詐欺ですよね。詐欺って言ったっていいと思うんですよね。だってできてるものを見せなくて、どうやったらはできる、わかるんですね、こうやったらね、予備校ってこうやったら東大に入りますよ。僕もね、早稲田選抜クラスっていうのに、ね、入ってね、予備校の時ね、それで一生懸命勉強して
残念ながら早稲田大学落ちましたけどつまり早稲田大学受かるには このレベルなんですよってことを明確に示して、そこを目指すわけじゃないですか。はい、だから例えばね、家庭菜園の人だったら私のこの畑ね、ちょっとね、レベルは高いんですけど、多分あの家庭菜園の方から見ればですよ。でもこうやってね、できてるものをお見せしなければ意味ないですよね。じゃないとどういう説得力があるんです？こうやってやって私は作って、はこうできてますよってね。で、旬の有機野菜セット今12品目こうやってね、僕はずっと年間を通して販売してますけど、それで初めて説得力があるわけでしょね。野菜できないのにね、何をそんな偉そうなこと言うんですかというのがね、僕の偽らざる気持ちですよね。無農薬で野菜を作るね、簡単ではないですけど、僕に言わせればそんなに難しくはないんですよ。じゃあそんなに難しくないって言うんだったら、じゃあ作ってみろという話で、はい、こういうことですよって、そういうことですよね。うん、そういう意味では、そのなんかね、本当にこうちょっと話を聞いた段階で、あ、それはもうなんか主催者も含めて、まあね、世の中にはいろんな方がおられますので、いろんな商売があってね、まあいいですけどね、手数料4割抜くとこもあるし、始まったなんかそういうちょっとネガティブな話になった時に、必ずその手数料4割がね出ますんでね、ちょっとしばらくこのネタは年内まで引っ張ろうかなと今年2022年の一番衝撃を受けた、一番腹立たしかった話、その1でございましてね、忘れません本当にまあね、いつか東京に行ったらそのオフィスを訪ねて、コン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 って、あの時は大変失礼いたしましたってね、コン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 って、ちょっと我が農園ではとても手が出せませんでってお詫びに行こうかね。それも生配信しますその東京のそのおしゃれなオフィスで、エイドリアンって言ってね、このオフィスで暴れまくる私が、さあ皆さん方がいいかもしれない、私捕まっちゃうじゃないですかいけません。そしたらあれでしょ、もう必ずね、インタビューとか受けてね、いや、あの人は必ずやると思ったんですよみたいな話をねいけません。よいしょ。こうちょっとね、こうやって浮いてきますんでね、あんまりだからピチッとこう、こうはピチッとあるんですけど、ここが少しね、こうやって上がってもいいようにしとかないといけないですね。だからちょっとね、幅広の防虫ネットをちょっとね、切らしちゃったんでね、あーっと思ってね、2.1 メートルで100メートルって今いくらするんですね、2万3万もうね、正直ね、ちょっとね、だから資材を買うのもね、昔はもう気にせずバンバン買ってましたけど、まあちょっと考えなきゃいけないんでね、いやいや、あんなにあったのに全部売っちゃいましたからまた買う羽目になるとは。よいしょ。いや、まあそんなことでね、何の話しましたっけよいしょ。来年はね、ちょっと忙しくなりそうなんでね、引き続きなんかこうお手伝いとかね、研修生の方とか募集しておりますので、あとまだね、1人2人ぐらいは研修生の方で、まあ週1回か2回なのでね、できればね、ある程度こうもうちょっと密に来てくれる方を募集したいなって感じですけども、ちょっと僕もね、手が回らなくなる可能性がありますので、はい、来年はね、ちょっと月に1回か2回ぐらい隔週で関東に行かなきゃいけないってなると、多分もしかしたら手が回らなくなる可能性がありますんでね、大丈夫ね、畑がだいぶまだ2ヘクタール行ってないんでね、そんな大したあれではないんで、まあまあいけるかなとは思ってるんですけどね、野菜ができんことにはね、私もね、よいしょ、はい、はい、これで一応完成ですね。冬はね、こんな感じでベタかけで大丈夫だと思うんですけどね、春先になって3月4月ぐらい、またね、こうやってこの辺あったかいんでね、
そうなった時ちょっと浮いてきた時にね、虫が入りそうな感じになってきた時にどうかって感じですよね。これもだからちょっとね検証しながらやる感じになるかなと思います。はい、ということで春キャベツにね防虫ネットをベタ掛けしているかあの百姓のでございました。例えばねパオパオのベタ掛けってあるじゃないですか。キャベツは、寒さに当てないといけないですね。あのなので、パオパオじゃダメですね。どうしてもね徒長気味に育ってしまったり徒長気味になりますので、ゆっくり寒さに当ててじっくりこう育てるのがこの春キャベツですから、パオパオではダメですね。防虫ネットでいいわけです。はい、そこら辺一つねポイントになります。パオパオこの時期12月もう寒くなるのにパオパオじゃないんですかってね、パオパオじゃありません。はい、防虫ネットです。はい、以上です。それではまた。